カスパーダービトフリードリヒは、ドイツの画家、カスパルダービトフリードリヒとも、サイングライフスバルト出身、ドレスデンで没する、フィリップ・オットー・ルンゲと共に、ドイツのロマン主義絵画を代表する、宗教的画にを含む風景画によって知られる。初期の自画像、カスパーダービットフリードリヒは、石鹸、ろうそく業を営む、父の四男として、 当時スウェーデン領のドイツの最北端、フォアポンメルンのグライフスワルトにて生まれた。幼少の頃、妹を亡くす。13歳の時、川でスケート遊びをしていたところ、氷が割れて溺れ、彼を助けようとした1歳年下の弟、クリストファーが溺死してしまう。フリードリヒはこのことで、長年自分を責め続け、うつ病を患い自殺未遂を起こしたこともあった。その後、 姉や母もなくし、これらのことが彼の画風や人格に大きく影響を与えていると言われている。フリードリヒの1840年以前の自画像1974年、発行ドイツマルク、フリードリヒバースデーコイン、海辺の僧侶ベルリン美術館所蔵の画布、油彩。寸法は110-171.5センチメートル。ナポレオン戦争とそれに続く時代には、 あえて禁止されていた伝統的な民族衣装に身を包んだ人物を描くなど、ドイツにおけるナショナリズムの形成にも寄与したが、ややもすれば過剰ともなりかねない愛国主義的姿勢や作品に伺かがわれる神秘主義的傾向に対しては、政治的な理由で批判を浴びることもあり、ゲーテのように冷静に距離を置いた同時大臣もいる。作品は自然の風景、それも 高宮遥か彼方を見据える者、廃墟になった、僧院、墓地、古代の巨石墓、柏の木などがよく、モチーフとして取り上げられる。無人の荒涼とした風景を題材とした、宗教的崇高さと静寂感に満ちた作品が多い。人が描かれるときは、その人も作品に描かれた風景を鑑賞者と共に、見つめるため、背後からしか描かれないのが常である。 例外的に幼児のみがこちらを向いて描かれる。また、氷の海のように自然の冷酷さと死のイメージを重ね合わせた作品も多い。主要な作品はドレスデン美術館とベルリンのナショナルギャラリーで見ることができる。もともとはセピアインクによるペン画を描いていた。脳卒中で倒れた後は、油彩からは一歩引いて再びペン画を中心に画業を行っていた。なお、 フリードリヒの作品は昭和初期から主にドイツ文学者たちによって日本に紹介されている。また、ドイツ留学の経験のある日本画の東山魁夷の作品にはフリードリヒからの影響が見られる。ウィキメディアコモンズにはカスパーダービとフリードリヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。